はい、レオちゃんです。レオちゃんは最近ね、ドラゴの部屋に用いてることが多いんやけどね。見て、あ、また部屋に乗せたな。あ、よしよし、優しなったな、お前顔な。あ、そんなんしてくれんか、朝から。あ、よしよし、全然いけるようになったな、もうほんまに嬉しいわ、ポンさんは。あ、まだ噛まれてたことは何やったの、もうぐらい。なあ、レオちゃん、レオちゃん、手見せてみ、手もいろいろね。よしよし、レオちゃん、よしよし、うん、レオちゃん、まあまだなんかレオちゃんの動画見て監禁とか言うてるけど、あれ自由にあのでずっとあの出入りできるようにしてますからね。まあ動画だけでは分からんか、人おるんかも分からんけどね。まあケージ中だけじゃないからね、もう自由にもう24時間開けっぱなしにしてるんで、今はな。レオちゃん、まあ、開けっぱなししたことによってだいぶ落ち着いてきたかもな、ね。まあ、あの外に出ててね、たまにね、家に戻るときあるんやけど、この前はね、開けてすぐの右のね、爪切時の横でね、じーっとして、まあその時はね、あの色をちょっと怒ってましたけどね。まああれがね、普通になったらね、このようになったらね、もう完璧なんだけどね。もっと多分抱っこもできると思うね。はい、それではレオちゃん、ね、またチュール、もう分かってんかな、チュール、チュールだけはよう分かっとるわね。はい、うん、ちょっとこっち向きや、レオちゃん、みんな見たいわ。メヤニ、メヤニ撮ったかな、またな。ちょっとメヤニ撮ったのか、なんか知らんけど、メヤニがね、ちょっと待て、ちび、ちょっと待て、ちょっとあれ撮ってきます。どこ入ってんの？ちょっと拭いたろ、おいで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 、レオちゃん、レオちゃん、レオちゃん、あ、あ、レオに拭こう、レオに拭こう、レオに、レオに、レオに、レオちゃん、おいで、よしよし、おいで、そっち行き、レオちゃん、そっちやろ、こっちやろ、おいで、これでもやろ、お手でやらんでもね、全然。な、よしよし。これ撫でれるでしょ、こてて。ちょっと耳穴になってるけど。まあ皆さん、この、こってたら嫌がるって言うけど、もう、ここまで来たらだいぶちゃうからね。こっててもね、普通は、このぐらいできるんですよ。ね、よしよし。耳がまだちょっと怖いけどな。よしよし。うん、な、はい。もうちょっとだろう、うん、ちょっと待って、もうちょっと出したら、よし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 、わないよな、りょうちゃん、固まんだろ、よしよし、もう完璧かもからね、もう言うてる間に、もう抱っこもできると思いますよ、もうほんまにな、りょうちゃんな、こんな感じ、りょうちゃん、はい、りょうちゃんおいで、うん、髪、雨が、よしよし、ね、はい。